こんにちは。美容真相つるつるチャンネルのつるです。最近酸っぱいものが食べたくて梅干しとレモンを食べてます。つねです。よく食べてるの見ます。あ、本当ですか。はい、ということで今日は美髪になるためのシャンプー方法についてお伝えしていきます。今日は、実践型でやっていきます。ちょっとビッグを用意してこういう感じでやりますっていうのをお伝えしていくので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画の方どうぞ。この子でちょっとシャンプー方法をレクチャーしていきます。で、前回も正しいシャンプーの仕方っていうのを泡立てネットでやりながらっていう動画もお伝えした回があるので、よかったらそちらもご覧ください。で、今からつねちゃんにやってもらいます。お願いします。お願いします。まずはウィッグをもう濡らしてある状態になってます。この、ウィッグを泡立てネットでまずフォームを作ります。くるくるって直付けじゃなくて泡で洗っていきます。なんでかっていうと泡で洗った方がマイルドだし、あと節約っていう風にもつながります。で、使ったシャンプーはダナヤのプレミアムシャンプーっていう髪の病院の高級シャンプーになります。これで洗っていきます。つける時に毛先からつけるのがポイントになります。毛先から中間、根元、頭皮につけていく順番でつけていってください。で、全体的に泡が行き渡ったらマッサージをしながら回っていく。頭皮をこうゴシゴシ洗うっていうイメージじゃなくてマッサージをするっていうイメージで洗っていってください。普通の人だとこうやってガシガシやりがちだと思うんですけど、私たちがおすすめしてるのがもうこういう感じで毛穴をマッサージするような感じですね。で、洗っていくといいです。できたらですけど、下から上に向かってマッサージのがポイントです。そうすると血流の流れが良くなる。毛細血管っていうのが下が太くて上が細くなっていくので、下から上に流してあげるのがポイントです。これなんですけど、あまり長いことやらずにマッサージをしてほしくて、けどシャンプーっていろんな種類があるじゃないですか。いいシャンプーだとこのようにずっとマッサージしてたり、泡パックもしてほしいぐらい。従来のシャンプー剤、ラウリス硫酸とかラウリル硫酸とか、なんかいろいろラウリル、ラウレスが入ってるものと、頭皮に髪にも残りやすい成分が入ってるので、そういったものは長い時間、長時間はやらずに軽く 2,3 分ぐらいで終わる程度がベストになります。マッサージが終わったので、この泡のままコーミングをして流していきます。これを使っていきます。これはポイントとしては、毛先から中間、根元っていう順番でやってあげてください。整えた後に泡パック、キャップをかぶって泡パックとかができるとベストになります。いいシャンプーだと泡パックができるので、シャンプー選びも大切になってきます、ね、優しいタッチで、ビッグにも優しく。やり終えたらこういう感じで泡パックをしてお時間を置いてください。泡立てたものをしっかり水洗してきました。で、水洗もすごく大切なポイントなんですが、残ってしまうと痒みの原因になったり炎症の原因になったりするので、そこからまた抜け毛とかがひどくなってくる原因にもなります。なので水洗はしっかりしてください。ツルツルになりました。ツルツルですね。じゃあこの子は一旦退出します。乾かすポイントをお伝えしていきます。まず一つ目が、バサバサに乾かさない。こう皆さんバーって乾かす人がいると思うんですけど、そうすると毛先が絡まったりとかしやすいのでやめてほしいです。2つ目がマッサージをしながら乾かすです。どんな風にやるんだろうって思うと思うんですけど、こういう感じで頭皮をちょっと優しく触りながらドライヤーを当てて乾かしてあげてください。で、最後に上から乾かす。上から下に向けて乾かしてあげることによってキューティクルを抑えてくれる効果とかもあるので、プラス冷風とかも当ててあげてください。はい、先ほど水洗もしっかりしてくださいねっていうお話をしたと思うんですけど、まずはその水洗をしっかりすることなんですが、ドライもなんですけど、生乾きのままの人って結構多いと思うんですね。生乾きのまま水があると菌って繁殖しやすい環境になるので、後ろの首元って結構髪の毛って多いので、そこもしっかりと乾かしてあげてください。そうすると菌が繁殖せずに匂いのもと臭くない頭皮になる。
のでしっかり乾かしてください。洗い残しとかも結構このネープら辺がなりやすいのでここもしっかり洗ってあげてください。ポイントのおさらいです。でポイントとしては髪の毛は死んだ細胞なので、蘇ることはできません。さらにダメージをさせないようにするために二秒ケアっていうのがかなり大切になります。歯でも一緒なんですけど、皆さん虫歯になったら歯医者さんに行くと思うんですけど、まずはその虫歯にならないように歯周病対策とかいい歯磨き粉を使ったりとかいろんな対策を取ることが大切ということになります。髪の毛にダメージを負わせるものがシャンプーになっていきます。何を使うかっていうのも大事にはなってくるんですけど、どのように対策をしていくか、どのような感じでシャンプーをするかによってその日々の積み重ねにもよって髪質が毎日の髪質が変わってくると思うのでやってみてください、はい。次回はトリートメントのつけ方についての動画を出していくので、もし気になりましたらぜひチャンネル登録と気になったことがあればコメント等もお待ちしてますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。